じゃあこっからなんか面白い話が。あ、そういうふうにやめてください。いや、もう俺ちょ面白い話はお前らしよう。いやいやいや、いや、これ勉強でしょ。勉強しましょう。いや、いっぱいあるよな、野球界って。面白い話はここでできた話ばっかりじゃないですか。いやいや、まあ例えば土橋さん、ヤクルトの監督やったでしょ、はいはいはい、土橋さんってさ、マスターズリーグってあったでしょ、はいはいはい、あの OB が集まって、はいはい、その時でも怒るんだよ、何やってんだって思いますよ。熱血なんで、その人が日本ハム時代にね、もう激怒して試合にで、後ろに牛乳があったんだって、もう喉渇いたんだろうな、興奮してるからさ、一気飲みしたらそのままバーッて起きてる。選手笑えないんだよ。まあ、そういう話とかさ、そういうことだったら悪いことじゃないよ、本当にあった話。いやいや、本当にあっても悪い話あるからね。そんなの本当にあったらいいって話じゃないか。いや、だけどさ、ヤクルト入って、まあ、活躍して引退し、二軍の監督やり、まあ、一軍の監督で、クラブハウス帰るときにさ、ファンの横取っていかなきゃいけないの。あれちょっとね、もう再開のときなんかひどかったの。ひどかった。でもね、意外とヤクルトだとあったかいっすよ。へぇ、新聞市場とかでは、まだかやめろって、やじがひどかったとかって話してるけど、でもあんなは本当に2、3人がガーッて騒いでるんですよ。今日暴動が起きた。暴動って2、3人が騒いでるの暴動だよ。そしたらなんか周りがそういう感じになるじゃないですか。でもさ、俺取材行ったけどさ、再開になった時もさ、ものすごいポジティブなのかな。僕はもうしょうがないと思ってますよ。もう人生ポジティブだな。まあ何よりになると思います。マイナス思考ってないでしょ。いや、ありますよ。あります。あるんで、マイナス思考なんで、ポジティブに考えるんです。何運が悪い、自分で言う。いや、僕は運はすごいです。例えばですよ、車のスピード違反で捕まりました。すごい悔しいやつか。例えばです、例えば悔しいけども、そこでスピードでもし捕まってなかったら、もうちょっと先行ってたら事故したんじゃないか。ああ、よかった、ここで捕まったおかげで、そうやって考える、次から安全運転に心掛けてよかったなって。何でもそういうプラスもあるよ。本当にそう考える。いや、そういう考えれるもん。何でも考えれるじゃん。俺一回警察に捕まってさ、一旦停止で、はい、ほんで飛び出してくるんだよ警察が、はい、一人だよ、はい、バーッとか止められて急ブレーキ踏んで、開けたらもう一旦停止と、どの頃、いや、ちょっと待ってくれと。お前、引っ殺しそうになったからね、今。お前の方が危ねえだろ。だって、一旦停止して、前に出て、前方見るでしょ。で、その時、ハイブリッド乗ってた。ちょっと、軽く自慢したんすけど。いやいや、ハイブリッドなんか、原付自動車からね。いや、ハイブリッド乗ってて、それ自慢なんだ。俺、どれだけ安全運転のためにハイブリッド乗ってるか。ほら、もう警察説教だ。ほんと許してくれ。ちょっとポジティブな話がずれてますね。今の車の、交通違反の話ですか。いや、お前がスピード違反で交通違反。例えばなんです、例えば。なんかそういう、なんでもこう考えてポジティブに考えるじゃないですか。そういう発想で。じゃあもう、本出しても、全然大引かないタイプ。いや、でも現役的にはそう、やっぱ考えてました。やっぱりこう、マイナス思考になるじゃないですか。もう現役終わって晩年になってきたら、ちょっとこうひどいことでもポジティブに考えれるんで、あ、これはちょっと俺に対しての試練だなと。この人生経験は今後のためにちょっといろいろ勉強させてくれてるんだろうねというふうに取れれば、ちょっと楽に考えれるじゃないですか。そういう発想で全部こうプラスで変えていく。まあポジティブじゃないとあのゴルフはできないよな。それで、ね、面白い話じゃない。面白い話って言われずに、やっぱ話っていうのは流れっていうのがありますから、まあ、まあ確かに、いろんな話をしながら、そこでポイントポイントにそういう話ができればなと。まあ、コーチ会議もやるわけだよ。僕はコーチ会議はコーチに恵まれてましたから、なんか監督が絶対的な監督、物を言わなくなるじゃないですか。僕は勤めてこういろんな話を聞くようにはしてました。俺はあそこで判断したけど、みんなだったらどうする、ぶっちゃけそういう話しようよって話をして、話をこう引き出せるような環境を作ってたんで。あ、だからポジティブにしてくれる。そうです。だから僕はそのコーチの話も聞いたのがすごく勉強になりました。それがやっぱりこうコーチの意見を聞かないのに、そういう雰囲気を出したら意見も出なくなるんで、僕も勉強にならないと思います。あのね、セ・リーグはさ、外野手の監督がどうのこうの、あれは野茂さんが言ってたんですよ。言ってたでしょ。ただ俺は思うには、例えばキャンプ行ってもさ、内野も党内連携とか入ったことないわけだよ。ああ、もちろんそうですね。最初何やってんだろうと思ったでしょ。何が良くて何が悪いんだというのが分からなかったでしょ、最初。ただ僕は分からない部分を無理に分かろうとしてやるのってちょっとマイナスだと思うんですよ。例えば芸人さんとかでも得意分野と苦手な分野あるじゃないですか。できる分野はガンガン行くべきなんだけど、無理な分野を自分で素直に認めて、この件は俺分かんないから、ちょっと今日今の話したんだけど、もう一回教えてもらえるとか、掘り下げて聞くと結構理解できたりするので、一応把握は全部できます。じゃないと、いや、これ俺も知ってる、でも得意分野は必ずあるから。何だったの、得意。内野のシフトとか結構全部覚えるんですよ。分かってた、はい。まあ、2軍カットの経験もある。ああ、そうだな、はい、ああ、そりゃそうだよ。僕はでも本当にこう恵まれてるのは、2軍のバッティングコーチ、2軍の監督、1軍のバッティングコーチ、1軍の監督って段階分でやらせてもらったんですよ。守備が守るんで
足も速かったし、芸人だった、芸人だった。僕でもすごい玉入れが強かったです。玉入れは、まあ夜の玉入れも強いですね。お前ね、自分で言って、これやめてくださいって言うのやめろよ、お前。これはもう結構今、夜の玉際の意味がちょっと。若い子だね。ちょっと待って。はい。